どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。本日はリンクスの歴史10限目、リンクス MVP カードベスト3、こちらを大発表していきたいと思います。あくまでも僕個人が思うリンクスの MVP でございますので、そちらご了承いただければ幸いでございます。 MVP になんかベスト3っていう単語もなんかちょっとおかしい気がするんですけども、僕は基本的に頭がおかしいのでこのまま行きたいなと思っております。まずですね、今回の MVP を考えるにあたってあまりにも殿堂入りのカードがたくさん存在したんですよ、リンクス界において。それはあらかじめ省きました。それが、この5つ、まずエネコン、そしてコーカツ、コズサイ、そこはショートシェアな、バージェストマカナディアっていう、この5つに関してはもうなんか殿堂入り感がすごいんですよね。登場当初から現在までいつまで経ってもずっと強いカードということで、これらは MVP 感があるんだけれども、一旦今回の候補からは僕の独断で外させていただいて、で、それ以外のカードで考えたという、感じですね。他にもいくつかあるんだけども、まあね、これ個人の意見なんで、その辺ご了承いただければなと思います。まずですね、 MVP カード第3位はカイトロイドです。これ OCG 民の方は意外と知らないかもしれないですけども、なんとこれ未 OCG カードでございまして、このカードを使えるのは僕たちリンクス民だけなんですよ。効果は、そのダメージを受けるときに、手札からぶん投げると、そのダメージゼロにできるっていうのと、墓地からも除外して同じ効果使えるよっていう、まあ、要はダイレクトアタックのダメージを2回防げるっていうカードなんですけども、4000というね、あまりにも少ないライフを守るべく投入されたカードであったんですが、なんとこのカードいろいろと伝説がありまして、まずですね、リミットにぶち込まれた速さ、ものすごい伝説を持っています。2019年11月の18日に実装されました、このカード。調べたところ、そうすると2019年の11月のその KC カップにおいて見事使用カードランキング1位に輝きました。実装されて即座に使用カードランキング1位に輝くっていうこの性能、そして KC カップの4日前とかに実装された記憶があるんですけども、なんとこのカードあまりの強さでして、光の速さでリミット2にぶち込まれます。2019年11月の18日に実装されまして、2019年の12月11日にリミット2へぶち込まれました。その間わずか23日間という短命でリミットへぶち込まれた、あまりにもヤバすぎるカードでございました。これによってですね、そのコナミさんテストプレイ絶対してない説っていうのがね、大浮上してしまったのも、このカードでございます。個人的にはこういうのね、結構予測するのめっちゃむずいと思うんで、ある程度仕方ないとは思うんですけども、さすがに23日はね、短命すぎたかなと。ワンキルが加速する環境をなんとか抑制したかったっていう気持ちがあると思うんですけども、リンクス民ね、そんなにね甘くないんですよね。ワンキルするデッキがこのカードを投入して耐えるっていう、要は逆にワンキル加速するっていうだけなんですよ。先行やることないデッキがこのカードを入れて先行を耐えて、で後攻でワンキルしていくっていう、まあ、要はコンボパーツを集めに行くっていうね、そういうカードとして採用されました。またバーン耐久系、まあ、いわゆる害悪と言われているデッキでも投入されまして、本当にね、いろいろと物議を醸したカードでございました。ということで第3位はカイトロイド。さあ引き続きまして第2位の発表をいきたいなと思います。リンクス MVP カード第2位は分断の壁。これはね、いろいろ意見あると思うんですけども、僕は正直こんなに強いと思っていなかった。このカードは OCG でも別に誰も使ってなかったし、こんなカード強いわけねえだろと思ってたんですよ。リンクスにはですね、これ強い理由があって、このカードがメイン2がないっていうこと、まずね、メイン2がないっていうこと、それからライフが4000しかないっていうこと、このことから分断を踏んだら即敗北になるんですよ。要はそのゼロにされた攻撃力を、立て直しができない、守備標準できないから、だからもう晒すしかないと、その攻撃力をね。だから圧倒的なその破壊力を持っているカードなんですよね、この分断の壁っていうのは。でまたリンクス特有の砂時計っていう概念がありまして、
その、まあ、その時何かっていうと、まあ、リンクスやってると右上の方に光るスノーゲーマークがあって、それで相手 の、まあ、そのカードがなんとなく分かるんですよ。で、分断の壁ってあの攻撃宣言時にしか、その時が光んないんで、なんかどうでもいいカードを伏せておくだけで分断の壁みたいな顔ができるんですよ。分断の壁風の顔をして、そのなんか何でもないなんか適当 なんか局所的ハリケーンみたいなのをなんかちょっとパッて伏せといて、でどうぞみたいな感じですると、相手が勝手に分断の壁なんじゃねえかと読んでくれるんですよ。これがね、実はね一番強かった。分断が流行っていた時はどうでもいいカード1枚だけで結構相手が勝手になんかモンスターをいって守備にして殴ってきてくれるとか結構あったんですよ。これが一番強かった点なんじゃないかなと俺は思ってるんですけども、それでもね、そのリンクスにおいては結局その攻撃力をゼロにしたモンスターの表示形式が変更できないっていうことがあって、やっぱねミラーフォースレベルで匹敵するレベルでね、本当に警戒するカードであったと言えるかなと思います。余談なんですけども、その攻撃反応系罠ってたくさんあるんですよ、遊戯王界にはね。ミラーフォースとか含めてまだリンクスにいくつか来てないカードがあるんですけども、最も強いって言われてるカードが、まあ、2つくらい僕はあるかなと思ってて、その2つ一応ちょっと余談ですが紹介しておくと、神風のバリアエアフォースっていうカード、砂塵のバリアダストフォースっていうカード。まずね、神風のバリアエアフォースは攻撃宣言時攻撃、表示のモンスターを全部、バウンスします。全バウンス。これね、破壊耐性を無視してバウンスできるんですよ。これめちゃくちゃ強いです。だからまあ、俺はミラーフォースとかより全然こっちの方が強いと思ってるんだけども、あとね、ダストフォース。これはね、全員損なします。攻撃宣言してきたら、もう攻撃表示モンスター全部損なしする。これがかなりやばい。まあ、要は例えば、リンクスだったら、その後にプルガトリオで全員ワンキル貫通みたいなことされるんでね。これね、この2枚はおそらくリンクスにはもう無限に来ないと思うんですけども、まあ強いカードかなと、個人的には思ってます。無限に来ないでほしい。ということで、第2位は、分断の壁でございました。最後。MVP カード第1位、もうこれは皆さんもね、予想立ってる人多いと思います。そうです、第1位クリボール。リンクス界のマスコット的存在ですね。マスコット的存在、圧倒的に可愛い。可愛いんですよ。投げるときにクリボールって叫ぶと最高に楽しくなれるっていうのも、まあ、いいところですよね。個人的に自分のなんかサイン、僕の竜っていうサインがあるんですけど、サインを書くときにはコナミ社に無断でクリボールっぽい絵を描いてるんです俺。これはちょっと後々怒られる可能性があるんですけども、これはね、そんぐらい好きなカードですね、僕が個人的にね。初期パックに入ってるこのカードがまさかここまで活躍できるとは僕は個人的には一切予想していませんでした。一切。直近のね、2020年の4月の KC カップでも結構上位層にも3積みされているようなデッキもちらほらありまして、要はですね、初期パックのカードがこの3年経った今でも活躍できてるんですよ。めちゃくちゃすごくないですかこれ。これめっちゃすごいんですよ。これがね、素晴らしく評価が高いところ。やっぱね、ワンキル環境を抑制するためにはこのカードがやっぱり最適っていうことなのかもしれない。リンクスは特に最近だとサイバー流の鬼連打とか、ランページのね、鬼連打とかもやっぱ1枚で防げるし、あとね、リンクスに来てはいけなかったモンスター選手権1位のこの化け物プルガトリオさんなんかの、まあ、鬼連打も1枚で止めることができるんで、非常に評価が高い1枚かなと、そういう風に思ってます。まあ、個人的に一番好きなカードっていうのもあるんですよね。ということで MVP カード、以上になります。他にもですね、まあ、生物をめぐる戦いとか、あとガーディアンの力とか、まあ、やばいカードたくさんあったんですけども、まあ、今回は個人的な見解で MVP を決めさせていただきました。ぜひ皆さんもね、個人的な MVP カードがあると思うんで、ぜひその辺もコメントで教えていただけるとありがたいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。